どうも皆さんこんにちは、レイです。モクちゃんが始まります。とりあえず激しいトレーニングが終了して、これからウイスキーを飲んでいくっていうね、かなりトレーナーとしては悪循環な方法を取ろうとしてるんですけども、これね、トレーナーがやってはいけないナンバーワンのことみたいなんですけどね。でも僕は大好きなものをそれで排除するってことは絶対にありえないと思ってるんで、酒はやめません。しかし激しいトレーニングとか運動の後ってなんか美味しいじゃないですか。食べ物にしても飲み物にしてもウイスキーにしてもそうなんですよね。僕トレーニング終わってからまだ1時間未満なんですけども、それでね、今日なかなかうまそうなお酒を飲んでくんで、もう味覚が研ぎ澄まされてて超楽しみなんですよ。そんなミラクルゾーンに入ってる今チャンスなんで、早速テイスティングレビューをしていこうと思います。それでサムネイルの通り、今日紹介するウイスキーはとてもユニークな酒なんですけども、めっちゃ有名なメーカーから出てるウイスキーです。そのお酒がこちらです。じゃん、ジョニー・ウォーカー・アソン・オブ・アイス。そんな変な名前なんですけど、変なじゃねえよね、いい名前なんですけども、なんかウイスキーにしては珍しい攻めたジャケットだと思いませんか？それもそうなんですよ。この商品説明をさせていただきますと、こんな感じになります。このアソング・オブ・アイスは世界で放映してるドラマみたいなんですけども、ゲーム・オブなんだっけな、ごめんちょっと出てこねえや、調べてみるね。ゲームオブスローンズだって。そのゲームオブスローンズとのコラボレーションが叶ったウイスキーになるみたいなんですね。っていうか、この洋画ドラマを知ってますか？僕は申し訳ない、恥ずかしいことに知らなかったんですよね。そんな米国テレビシリーズで有名なものとコラボレーションをしたウイスキーになるんですけども、これ内容もちょっと面白くて、もちろんこのジョニー・ウォーカーはスコッチウイスキーなんでその念頭は変わんないんですけども、スコットランド北部にあるクライヌリッシュがこれ原酒として使われてるみたいなんですね。まあキーモルトですね。そのクライヌリッシュの特徴はね、割とフルーティーでトロピカルな感じなんですよね。スコッチウイスキーの中でもフルーティーな部類に値します。なのでそのフルーティーな部分とこのジョニー・ウォーカーのスモーキーな部分がどういう風に作用してくるかっていうのが楽しみですね。商品説明は簡単にざっとそんな感じなんですけども、雑で申し訳ない、これ閉じてスペックこうなりますね。2019年の10月だったかな、ごめんごめん、今心配だったんで調べたんですけども、2019年の11月ですって。11月26日に全国限定販売で発売されてたものです。まだ市場では手に入るものになります。そしてこれはモルト&グレーでブレンデッドウイスキー、アルコール度数は 40% の 700ml、 通常のウイスキーですよね。 40% じゃなくて 40.2% だわ。細かい内容まで記載あるのはさすがだな。そして価格なんですけども、メーカー小売価格オープンになってるんで定められてないんですけども、だいたい相場は3000円ちょうどぐらいですね。まあ2980円っていう価格とかも多く見受けられるんですけど、ちなみに僕が購入した金額も2980円プラス税でしたね。そんな感じの以前限定販売してたシェリーエディションと同じような感じの価格帯になるんですけども、ちょっとこれを試してみたいと思います。このスペックを下げて、今まで僕がジョニー・ウォーカーこれで何本目なんだろうってぐらい動画を上げてきたんですけど、一応乗るのかな、こんな感じです。ちっちゃいかもしれないんですけど、これそれぞれやってきたんで、もしご興味あられる方はこれらの動画を見ていただけると幸いです。本来いつもは右上にねアイコンが登場して飛べるようなリンクを貼り付けてあるんですけど、この数なんでさすがに無理なんで申し訳ない、動画ページよりご視聴ください。はい、チャーン下げて、これを今から早速開封していくんですけども、あと一応ねこれ実は4本揃えるとこの狼の柄が綺麗に揃うみたいなんで、やってみてください。やってみてくださいって言っても、3000円のものを4本用意するっていうのは厳しいと思うんで、バレないようにお店で4本並べてみて、そうするとこの狼の柄が完成するんで、迷惑かからないようにこっそりやってみてください。それでは開封していきたいと思います。開けます。ちなみにアメリカではアソングオブファイヤーになるんですよね。アイスではなくファイヤーです。確かそっちはクラガンモアをキー、あ違った、カリラだ、カリラをキーモルトに使ってるんですよね。まあそれはもしも手に入ったらやろうと思います。それでは入れてきます。あ、ちょっと薄めなんだな、色は。こんな感じですね。それでは定位置につきたいと思います。それではまず香りからいきたいと思います。あ、遠くからの香りだと、ピートはやっぱり届いてくるんですけども、それ以外はなんか甘い感じの香りはするんですけども、なんだろうこれ。トロピカルな感じはわかるけど、なんだかわかりません。ちょっとグラス近づけますね。あー、なるほどね。これまず最初にトロピカルな感じはするんですよね。マンゴーと、あと次にバナナですね。そんな感じの香りが出てて、次にバニラ。バニラの香りがした後に、濃い黒糖みたいな香りがして、で、最後にジョニー・ウォーカー特有の大切にしてるピートですね。ここら辺の処理がなされてて、ピートの香りがふわーっと香ってって終わります。なるほどね。アイスっていう意味は全くわからないんですけど、でもバニラの香りがしたからそれがアイスってことでいいか。それでは飲んでいきたいと思います。いただきます。
うん、ごちそうさまでした。まず一番最初に感じるのがやっぱりマンゴーと次に バナナ、バニラじゃなくてバナナだわ。でその後に今バニラって言っちゃったんですけど、バニラですね。香りで感じなかったあんずみたいな甘さもあって、その後にこれはリンゴの酸味なのかな、アルコールから来る酸味っていうのは少ないんですけども、リンゴっぽい酸味がありますね。発見でした。そして黒糖はなくてトーストですね。トーストの後に最後ピートが追ってきてっていう感じの余韻に終わります。まあなかなかいいと思いますよ本当に。上からごめんね、今度しばき倒していいから。それではトワイスアップしていきたいと思います。フュージョン、はい、まず香りから入りたいと思います。あーなんかかなり桃の、ん、桃じゃな、なんだろうな、桃かな。うん、やっぱりそうだ、一番最初の鼻に来るアタックは桃で、次にマンゴーの後バナナ。ここは変わんねえんだな、トロピカルな感じは変わりません。薄いんですけどもグレープフルーツのような香りもしてきましたね。柑橘系の香りも香るんだな。でバニラの香りも残ってますね。ピートの香りももちろん健在です。それでは飲んでいこうと思います。いただきます。うーん、うん、ごちそうさまでした。非常にスムースで飲みやすいんですけども、チョコレートのような苦さがまずありますね。その後に軽いトーストの香ばしさがやってきてて、それにバニラが乗ってるって感じですね。バニラで、まあマンゴーとバナナかな。そして香りの一番最初のアタックで感じてた桃のような感じってのはないですね。味では発見できませんでした。それで酸味はなくなってて、まあ甘さと苦味がメインですね。あ、ソングオブアイス、僕的にはこれがファイヤーでもいいんじゃないか。それでは総評に入りたいと思います。こちらになります。はい、69点でした。69点の理由なんですけども、まず一番最初にこれ言わせて、もう誰がどう見てもこれラベルかっこいいよね。これジャケットで買いたくなるっていうか限定感があります。今までに類を見ないようなジャケットですよね。名前もジョニーウォーカーソングオブアイスだぜ。これ結構かっこいいよね。インパクトあるなとは思うんですけども、まずそれが一つ目ですね。そして二つ目、ジョニーウォーカーソングオブアイスっていう名称なんですけども、これの名称とは裏腹に味わいは結構どっしりとしてました。もっとドライでさっぱりとした口当たりなのかなって勝手に連想しちゃってたんですけども、実際飲むとボディもしっかりとあってトロピカルなんですよね。でピートとかも香っててバニラとか様々な味が味わえます。なので気がついたらスイスイ飲んじゃう構成かもしれませんね。そして3つ目なんですけども、毎度おなじみ飲み方ですね。まだストレートとトワイスアップの2種類しかしてないんですけど、この後ロックハイボールをやっていくわけなんですけども、きっと美味しいと思います。まあいつもいつもここ憶測で言ってしまってるんで、ね、あまり当てにならないと正直言われてしまえばそこまでなんですけども、実際最後のロックやハイボールが微妙だったらばここ修正します。でも少なからずストレートでも十分飲めますし、トワイスアップにした時にはまあ様々な苦さとかは出てきてるんですけど、チョコレートの濃い苦さなんですよね。だからそれもまた楽しいんですよ。アルコール処理の仕方もやはりそこはジョニーウォーカーですよね。うまいですよ本当に。ピリピリもしませんし、滑らかな口当たりなんで飲んでて全然苦じゃありませんね。ストレスに感じませんでした。そして4つ目なんですけども、ここねちょっとどうしようかなって思った部分、価格なんですけど、だいたい3000円ぐらいで購入できると。高い場所だとね3280円とかのも売ってるんですよね。そこら辺の価格帯になってくると、まあちょっと高えなっていう、まあ言わざるを得ない。だって実際ウイスキー買う時に年代物じゃないスコッチを3280円とかで購入するってなかなかないじゃないですか。そのクラスの金額であればね、ジョニーウォーカーでさえ12年物のブラックとかも買えますし、もっと上行けばグリーンラベルももうちょっとお金でも捻出しないと買えないんですけど、プラスすればそこの領域が見えるっていうところから、若干値段が高かったのかなっていうところですね。例えばブラックラベル、まあジョニクロですね、そこら辺の価格帯と同じだった場合は点数もっと跳ね上がってますね。すげえわって思います。なのでジョニクロやダブルブラックを上飲されてる方は、たまにはこういった別の刺激をね自分に与えてあげてもいいかもしれないですね。あ、ジョニーウォーカーでも限定品になるだけでこんなになんか変わってくるんだっていうね、違いを楽しめると思いますので、ただ店頭とかでも十分見かけられるボトルなので、もしも売ってたらね買ってみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じの総評になりました。
もうすでに皆さんもアーソングオブアイスを飲まれてる方々多くいると思うんですけど、僕もねこれをやってくれって結構いろんな方から言われてたわけで、でもうこれやろうかなって自分も思ってたんですよ。発売してから数ヶ月すでにもう経ってしまってはいるんですけど、どうだったでしょう。なんかこんな感じで良かったのかな。出た当初から、いやもっと言ってしまうと出る前からこれはもう絶対テイスティングレビューをするぞと決めてたものになったんですけど、遅くなっちゃって申し訳ない。自分の中でいろいろ順序を組み立ててはいるんですけど、ここまで遅くなってしまうとはね、これは誤算だったな。もっとこれからは計算してしっかりと皆さんにね質の高い動画をお届けできるように計画立てたいと思います。このモフちゃん、ジョニーウォーカー限定品と18年上は頭打ちでやってるんで、次はもうねブルーしかないでしょっていう感じなんでね、もう残されるのはブルーなんで早くやりたいですね。貴族カラーのブルー購入しないといけないんだけどね。でもあれは万超えなんだよ。1万2、3000円はもっとするよね。確か1万5800円とかそこら辺が市場価格だと思うんで、それをおいそれと購入して、はい開けますっていうのも結構ドキドキなんだよ。しかしそんなこと関係なく遂行するのが僕なんで、モフちゃんなんで、もうご存知だと思うんですけど、そんな感じでね、ガーン、ガーン、ガーンってやっていこうと思うんで、その時も絶対見てね。それでは本日はジョニー・ウォーカー、ア・ソング・オブ・アイスの紹介になりました。本日も最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルが少しでも役に立って面白かったと思っていただけた方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録忘れずによろしくお願いいたします。この後最後おまけ動画もありますので、ぜひそこまで見てね。それではさようなら。ソング・オブ・ファイヤー誰かくれませんか？Thank you.